ラジオネームパカパカパッカーズさんからいただきました。ありがとうございます。あかりんこんばんは。こんばんは。先日脇あずみさんと春のあんずさんの3人で夢の国へ行ったそうですね。仲良しの3人での夢の国楽しめましたでしょうか。どんなことをしたのか教えてくれるととっても嬉しいです。ありがとうございます。そうなんですよ。もうね、あのブレンドレスのアフレコしてた時からディズニー行きたいねってずっと言ってたんですけど、でちゃんと行ける日みたいな、今月はどうですかみたいなの毎回毎回聞いてたんですけど、なかなか予定が合わず、それこそもう2年越しとかでようやく予定があって行けましたね。いやー楽しかった。しかもね、ちゃんとお揃いの服もちゃんと行く前からね、服どうするみたいな、まず 何頭につけるみたいなのから決めてあずみがワンちゃんのやりたいって言うから、じゃあ白と黒で服もコーディネートしようかって言って、一緒にゾゾタウンでめっちゃ探して同じ服を注文して同じ服で行くっていうのをやりましたね。いや楽しかった。なんか割と大人、なんか子供の時ってなぜか朝から晩までディズニー行って余裕で行けたじゃないですか。大人になるときついよねみたいな、なんか体力が持たないよねみたいな話をしてたんですけど、いや大人になるとね、やっぱ朝から晩までは無理っしょって言ってたら、結局割と朝から晩までいました。さすがに開園と同時に入ったとかではなかったんですけど、割と午前中から行って夜のねパレード見てご飯食べて帰ったんで、割と一日中いましたね。いや楽しかった。満喫しましたね。やっぱりこう服揃えて頭の飾りも揃えてっていくと、もうどこで撮ってもね映えなんですよ。楽しんでる感じがめっちゃ出るんですよ。いやだからね、皆さんもちゃんと行くならね、万全の状態で行った方がもう 100% 楽しめますからぜひ行ってみてください。お揃い楽しいですよ。はい、ということでメールありがとうございました。